クリストファー・ビー・コグランは、アメリカ合衆国、メリーランド州、モンゴメリー軍、ロックビル出身のプロ野球選手。右ト左ヒ現在は、フリーエージェント。2003年の MLB ドラフト18巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名されたが、契約せずに、ミシシッピ大学へ進学。フロリダ・マーリンズ時代2006年の MLB ドラフト1巡目。 追いフロリダ・マーリンズから指名され、プロ入り。2007年にマイナーリーグのオールスター、フューチャーズ・ゲームに、米国選抜の一員として選出された。2008年には、ベースボールアメリカ史のマイナーリーグオールスター、代表チームに選出された。2009年は、開幕を、トリプル a 級ニューオーリンズ・ゼファーズで迎え、5月8日に、故障者リスト入りしたアニバル・サンチェスに代わり、 メジャー昇格を果たし、同日のコロラドロッキーズ戦で2類種としてメジャーデビュー。ダンアフラがマーリンズのせい2類種のため、コグランはその後、左翼種として出場。8月にはナショナルリーグの新人選手として、?8 月1日から9日にかけて8試合連続で複数安打を記録し、フアンピエールとミゲルカブレラの球団記録を1試合更新。この活躍で、 同月の月間最優秀選手に選出された。そして、外野のレギュラーとして活躍した実績を認められ、同年ナショナルリーグの新人王に選出された。2010年以降は、故障や不振に苦しみ、100試合以上の出場はなく、低迷が続いた。2013年12月2日に、FA となった。シカゴカブス時代2014年1月15日に、 シカゴカブスとマイナー契約を結んだ。AAA 級アイオワカブスで開幕を迎え、5月3日にカブスとメジャー契約を結んで25人枠入りした。2016年2月25日にアーロン・ブルックスとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。2016年6月9日にアリスメンディ・アルカンタラとのトレードでカブスへ移籍した。この年カブスはワールドシリーズ優勝を果たし、 コグランも控え外野手として優勝メンバーとなった。シリーズ終了後の11月3日に FA となった。2017年2月4日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んで、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月28日に自由契約となった。その後、4月1日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、 参加のトリプル A 級バッファローバイソンズへ配属された。4月14日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。4月25日のセントルイスカージナルス戦で走者としてホームに生還する場面でタイミングとしては悠々アウトのところを中腰でタッチしようとした保守のヤディアーモリーナの上を飛び越えて1回転して得点を記録したことが話題になった。 8月12日に自由契約となったスライディングマーリンズ時代の2009年5月24日にタンパベレーズ戦の8回に一塁走者だったコングランは投げ頃で二塁ベースカバーに入った岩村明のの一塁送球を妨害しようとタックルのようなスライディングを行い左膝の全十字靭帯断裂と同内側側腹靭帯及び左足首の三角靭帯損傷で 全治8ヶ月の大怪我を負わせた。カブス時代の2015年9月18日のピッツバーグパイレーツ戦でも早期を妨害するスライディングで今日まさに左膝靱帯断裂と蛍骨骨折の重傷を負わせている。ミルブ MLB、ありがとうございます。